愛子さんもあこさんのお茶目なところが好きだ。これお茶目ですか？取り方によっては。これはだってもうそう言ってくださる方がいらっしゃるんですから。でも一回聴いた曲をもう一回聴きたいっていうリクエストしてくれるって嬉しいですね。はい。ということは最初から聴いてくださってるってことですもんね。ということですね。うん、曲に関しては、はい、ラブキャットさん、これは市原市の方、千葉県。はい。最近、ラジオから子供っぽい曲が流れることが増えたなと感じていたんです。そうなんですか。けれどもこのいい加減2000回は、はい、大人向けの曲をかけてくれるのが嬉しいんですと。はい。あ、60代の女性の方。あ、嬉しいじゃないですか。嬉しいですね。はい。じゃあもう12時のいいですね、うん、まあ、かかるかどうかというのはお約束できませんが、まあかかるでしょうね。つまりほらおしゃべりが長くなってかからない場合が、私も本当に喉の調子が良くなくあんまり笑いの話できないと思う。12時過ぎるとなんか急に喉が疲れるんですよね。豚になっちゃったか。豚になってしまって、でも12時のあのアッコさんの冒頭の挨拶が好きだって方もいらっしゃるかもしれませんからね。 ありがとうございます。まあまあ、基本的にお褒めのメールを嬉しくいただくということ で、はい、そうです、方向性でございますので、はいはい、それでは12時台きっとかかると思いますので、はいはい、じゃあ愛子さん楽しみに待っていてください。はい、ありがとうございます。はい、それでは1曲、ここでまた違う曲をお送りしたいと思います。これもね、懐かしい、はい、これトム・クルーズが来日中なんですね。ねえ、すごいね、トム・クルーズってやっぱりあのミッション・インポッシブルとか見てるとね、はい、あとファンサービスがすごいんですね。そう、ねえ、レッドカーペット1時間半ぐらいかけて歩くんだそうですよ。日本はやっぱりすごい人気あるからじゃないですか。はい、はい、そうね、トップガンが出世作だったということで、はい、その主題歌です、はい、ケニー・ロギンス、デンジャーゾーン。